立憲民主党、米山隆一に殺害予告。24日に立憲民主党の米山さんに対して、カミソリの歯が入った殺害予告状が届いたことが明らかになりました。現在、警察が捜査を行っておりますが、こちら、安倍元首相暗殺事件を、おかしな野党や、いわゆる左翼の皆様、また、マスコミが強く批判しないどころか、暗殺さんに同調するような指導を続けた結果、 このような事件が増加してしまっているように見えてしまいます。まず警察には速やかに犯人を検挙していただき、またおかしなやとの皆様などには犯罪はダメだと基本的な主張を強く繰り返し行っていただいて、これ以上このような犯罪行為が続かないように可能な限りご協力をお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。